おい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 、ここ仙台駅だぞお前。今日は仙台駅で動画撮ります。恥ずかしいだろ。そんなに見られてない。いや本当そうなんだけど、仙台駅中×仙台通信ハッシュタグキャンペーンのご紹介です。おおおおお、すごいね。仙台駅の飲食店やお土産をハッシュタグをつけてインスタに投稿してねっていうキャンペーンなんですけども、今から仙台駅の飲食店を2店舗紹介していきます。スタート中にしようよ。そんなに寒いとは思ってない。いや本当に早く行こう。早く行くぞってはい、ということでこちらが伊達の牛タン本舗さんの極上新タン定食です。うまそうだね。仙台にいてもこんなにいい牛タンはなかなか。そうだよね。うまい。これうまーい牛タン。うまーい。うまい。だって口の中で溶ける牛タンってなくない？溶けたもん一瞬で。もうないよ。あるだろう。うわ最高。サービスでいただきました今何時か分かる？10時でしょ。うわうまい。幸せ。はい、ということで続いてが仙台駅にある武藤屋さんという酒屋さんで出しております仙台駅正宗という日本酒でございます。こちら仙台駅限定の日本酒らしいです。そうなんだ。飲んじゃうよ。うわうまい。これ日本酒はね静かに飲むんだよ。うまい日本酒。うまい仙台最高。一応後ろを見てもらっていいですか。やば。特別な許可を得て撮影してますって入れなきゃいけなくなっちゃう。そうだよね。通行人の人にも謝っといてください。ごめんなさい。改めてキャンペーンの詳細を説明いたします。はい、まず参加方法です。仙台駅中と仙台通信公式インスタグラムのアカウントをフォローしてください。その次に仙台駅中のおすすめの料理やおすすめの商品などそちらを写真や動画で撮ってください。そして最後にハッシュタグ仙台駅中グルメをつけてインスタグラムに投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選で駅中おすすめ商品5000円相当を20名様にプレゼントいたします。こちら期間がですね2022年の12月16日金曜日から2023年1月10日火曜日23時59分までとなっておりますので、期間中は何回でも投稿ができます。投稿すればするだけ当選確率が上がるということですね。ぜひ皆さん素敵な投稿をお待ちしております。皆さんどしどし投稿お願いしますね。仙台盛り上げようぜ。